皆さん、どうもどうもよろしく、ワルシンドラゴン TK です。ではね、今回はエンチャントアームやっていきましょう。では行こう。前回からね、ちょっと場所書いてやっておりますけど。おーい、なんか中が騒がしいけど、どうかしたのか。いや、別に、まあ、リーダーにちょっぴりショックなことがあっただけだよ。そういや、クヒ男もアジトの中を見た後、なんかショックな顔して戻ってきたな。ショックな顔して戻ってきたか。クヒ男？それで奴はどこへ行った？なんだよ、血相変えて。っていうか、ライガさん、身柄を拘束されてたんじゃ。そんなことはどうでもいい。奴はどこへ行った？ハイコードの方に慌てて行ったけど。やはりハイコードか。よっしゃ、行こうぜ。勝手に承知のすけ。昔の人間か、お前は。昔の人間か、お前は。やろ、お前。でね、場所変えてやってたんですけど、最初ね、ちょっと今のイベントが見えたから、一旦よいで、この私をさらうだなんて。やるっていうね、ことにしました。こんなことをして、ただで済むと思ってるの？ハリン様、ただで済むかどうかわからないのは、あなたの方でしょう。しかし安心なさってください。ライガが来るまでは少しの間生かしておいて差し上げます。もっとも来られたらの話です。どういう意味よ。私が用意したゴーレムに果たして勝てますかね、あなたの従者たちは。いかにもゲスデさんしたなセリフね。ゲスデさんしたなセリフか。お褒めに預かり光栄ですよ。ライガは手強い、抜かれない。リーダーの間抜けは捕まったようですが、私はあんなヘマはしませんよ。間抜けかよ、リーダーは。それでは私はこれで。ロンドン王に仕える騎士があんなゲスト仲間なんてね。ライガのことを憎むのはあなたの勝手だけれど、せめて正々堂々と戦えないの？本来ならライガは私自身の手で殺してやりたいのですが、奴が罠に落ちて死ぬのもまた一興ではありませんか。奴には醜く不名誉な死こそがふさわしい。いつまでも昔のことをぐちぐち言ってライガのこと恨むのいい加減にしたら、ほっと男らしくない。貴様に何がわかる。兄、ライガと私は常に比べられて育った。私がどんなに認められようとも、あいつは常にその上を行ったんだ。そんなのただのひがめじゃない。それはひがめやな。それだけじゃない。京都シティとの戦いの際、私は騎士団長であったライガの裏切りで身代わりになってこの顔だ。見ろ、この醜い傷跡を。くそ、あの京都の女剣士め、よくも。醜いのは傷ではなくて、あなたのそのねじ曲がった根性じゃないのかしら。言えてる。ああ、そうさ。ねじ曲がっているのは、いつでもこの俺だ。あ、見た目ちゃってるよ、その自分。いや、あかんやろ。ライガがまっすぐであればあるほど、この私はねじ曲がっていく。京都シティでの戦いの後、ライガは騎士団長を辞め、いずこかへ去っていった。その理由が、俺にこの傷を負わせてしまったことを悔いてだと。その偽善ぶりが許せんのだ。残された俺の騎士団での立場はどうなったと思う？まるで俺があいつを追い出したかのように、周りの奴らは言い立てたんだ。まあ、もっともそれを言った奴らはすぐに後悔することになったがな。うわ、王か。私をないがしろにする者は、私を認めない者は誰であろうと許さん。ちっさ。確かにちっさ。なんだ、昔のことをぐち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 いつまでも気にしてる気？心が狭いやつね。せやね。京都シティ風に言うと、あんたの心は四畳半よ。四畳半。ああ、もう四畳
の大きさだからいつまでもライガーを超えられないのよ。めっちゃオーガ。ライガーが来るまで待ってやろうと思ったが、ここで切り捨ててやるわ。やれるものならやってみなさいよ。あなたみたいなヘナチョコにやられる私じゃないわよ。え、大丈夫？いやちょっとカリンは無事かな。なんか無駄に相手を挑発したりしてそうよね。うん、してるな。確かに。あのさ、ずっと気になってたんだけど、カリンって一体何者？まだ気づかんか、お前は。おそらくあの方は話すなとおっしゃられるだろうが、実はロンドンシティの王家に連なるお方だ。へえ、びっくり。なんか嘘っぽい。驚かないのか。そんな感じしたからね。だけど王族ならなんで王様の方針に反対するんだ？それはレジスタンスの目的と同じく、エンテイの復活はかえって最悪を招くとお考えだから。2体のデビルゴーレムの衝突はロンドンシティに壊滅的打撃を与えるだろう。お前は俺の役割は何だ？魔導器を守ってデビルゴーレムを使わせないだけなら別に俺は必要ないわけだし。カリン様はその先のことを考えている。先？レジスタンスはエンテイの復活さえ阻止すれば、それで今のまま平和が続くと考えている。大甘ね。あ、まあ甘いね。あの氷のデビルゴーレムがいる限り、いつかは何かひどいことが起こるに決まってんじゃん。カリン様もそう考えている。そのためには俺のこの右腕の力が必要ってことか。アツマの右腕？やっぱりそれって何かすごいものなの？何なの一体？どうしてつけてるの？どうしてつけてるのって、おい。そんなこと自身が知りたいさ。ただ不幸を招くだけの腕なんか、それをこの右腕をカリンとライガさんはまた俺に使わせる気なのか？そうだ。だけどさ、俺は右腕をコントロールできない。それはカリンだって分かってるはずだ。かつてその右腕が暴走したという話はカリン様からも聞いている。なら、なんで？それでもあのお方はお前を信じたいのだ。それってかなり虫のいい話だと思うわよ。承知している。だがカリン様はアツマを必要としている。俺を必要としている？兵器とか呼んでおいて、一方的に危険を押し付けておいて、必要としているですって。行こうよアツマ。こんな奴ら手伝うことないよ。でもさ、もしさ、もし俺がここで手伝わなかったら、きっとカリンは俺と同じような思いをするかもしれないんだよな。同じような思いって何よ？大好きな町がむちゃくちゃになって、大切な人もいなくなって、一人ぼっちになって。アツマ、正直言って俺怖いんだ。この右腕使ったらまたたくさんの人が不幸になるかもって。けどカリンは一緒に横浜に行ってくれたんだ。カリンはまずかったけど飯作ってくれたんだ。まずかったけど、カリンはこんな俺のこと認めてくれたんだ。だから助けに行かなきゃ。まだ殴ってもらってないし。殴る？ああ、なんだかよくわかんないけど、やっぱり助けに行くのね。ダメか。いいわよ別に。アツマが納得してるなら。アツマ、すまる。気にすんなよライガさん。俺は俺のために行くんだ。さあ、ずいぶん時間食っちまったな。行こうぜ、カリンが待ってる。そうだよ。ちょっと怒りもやられ、今にもやられそうやけど大丈夫かな。まあ行きましょう。ハイコード中通ってできるだけ早くカリンを助けに行きたいところですね。ほんまに。あれ絶対やられてるやろ、ちょっとは。大丈夫か、ほんまに。で、どこや？これで入ったか。
って、あっちではなかったな。大丈夫か、ライガ。今回、乗り物に戦やろ。するか戦かどっちか、どっちや。あそこ、どこやったっけ、あの、向こうの方やったっけな、確かな。え、なに、あ、何が起こんのね。いきなり止まるから、びっくりするね、いつも。リーダーから聞いた話だと、騎士団がいるのは廃坑道内のはずだが。全然見当たらないわね。もう退散しちゃってるんじゃないの。仕方ない、先に進もうぜ。そうはさせませんよ。え、うわぁ、いたよ、クヒ男。てかな、こいつ名前なんなん。なんかもうクヒ男っていうくくりで、なんかもうまとまってんねんけど。クヒ男だ、クヒ男だぞ。ちゃんと名前で呼びなさい。ほら、こうやってな、クヒ男って乗ってるやろ。私をバカにすると許しませんよ。名前呼びなさいって、お前の名前知らんねんけどね。いいですか、この私の真の名前は。知ってるって、クヒ男だろ。クヒ男だろ。クヒ違うって言ってるでしょ。この私の名前は。黙れ、お前はクヒ男だ。クヒ男って言われてる。じゃあ特徴区間がネーミングなんだりさ。クヒクヒ笑けてくれんやけど、お前。聞きなさい、この私の名前は。うるさい、いいから戦闘開始だ。うわ、かわいそう、かわいそう、クヒ男。名前言わせたって。俺も名前気になるから。ちょっと待って、なんかめっちゃ笑けてくるんやけど。クヒ、クヒ、クヒじゃない、あかん。クヒが頭の中で反響してるみたいで、不意をつかれたのか、クヒをつかれたみたいに言いそうになったよ。ほんまさ、もうちょいさ、あかんこれ。あ、あかんこれ。ちょっと待って。ハイショットで、はい、キューバダンス、オッケー。そこ、よっしゃ、スラッシュ、ファイヤースクラウド、こうやってやな、スラッシュでいけるか。よっしゃ、どうだ、よっしゃーい、燃え尽きろ、燃え尽きろ。いいね、元気出たぞ。おい、素晴らしい。うわ、300になる。え、ちょっと待って、うわ、ポイズンしてきやがった。ポイズンしてきやがったわ。ちょっとあかん、これは。これはちょっとわかんぞ。これはちょっと移動だけさせて、ちょっと、あれ、違う、え、あれ違う、え、あ、こう、待機、はい、キュアダンスでスラッシュで、勇気はハイショット頼む。よし、よっしゃ。ちょっとやばい、あかん、うぅ、あかん、ライがやばいよ。どうしよう、EX 出ないし。はい、ショット、どうだ、ライガーは、ちょっと
待てよ。アイテム使うわ、キュアパウダー。あら、これは待機。よっしゃ、どうだ。あ、よっしゃ、ナイス。ナイス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 。その状態で頼むで。 HP やばいけどな、勇気がやばい。範囲内の敵に無属性の銃乱射。おお、これやったらここに行かせて、ハイショットハイドラグのやつやっとけば。あが、ちょっと待って、キュアパウダー使うわ。こっちはキュアパウダーを使って、あ、オートでやったらあかん。オートでやったらあかん。ハイブロー、そやね。どうだ、治療する。いいね。300なんて、いや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 、マジでいや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 、ちょっと待ってくれ。リカバーパウダーを使って、味方を HP50%、 これ持ってこなあかん。ちょっと無理やろ。レーバー店やっていこう。どうだ、よし、100%。何？いや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 、え、あれ、なんで死んだままな。いや、わけわからんねんけど。は？どういうこと？え、ちょっと待ってこれ裏返ってもうたけど、え、ちょっと待って、無理やって、こんなもう無視、無理やって、こんなん。いや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 、うん、もう適当でええわ。適当でええわ。どっちみちやられたし、どっちみちリトライするし、どっちみちリトライするし。どうだ、やるよ。どうした、どうだ、やられるやろ。はよ、はよやってくれ、はよやってくれ。いや、こわ、え、無理やんか。どうした、もうはよ、こいつしか残ってないねんて。もうはよ終わらせてくれよ。ちょっと待って、全然終わらん。おっしゃらない。よっしゃ、よっしゃ、終わった。リトライ。最初からもうオートで行くわ。ちょっと無理。よっしゃ、クリームは何でまた見つかるなあかんの。しかも一発で終わったやつ。なんなんこれ、もうやる気失せてくるわ。これ無理、うん、無理ね。
不意つかれ、不意つかれて終わりや。やるよ。ね。あ。あれ？なんか変やって。もう、PRM うざい。マジ PRM うざい。なんか勇気、一発目で死んでもうたけど、ちょっとやめてくれよ。よし。どうだ？あかんな。何？ノーエフェクト？何？何が起こった今？こんな無理やんって。そんなところでそんなんいらんって。ダメージだけ与えてくれたらいいんだけどな。あかんな、これ死ぬな。無理やな今回な。まあ、リトライどっちみちするから問題ないけどな。問題ないけどな。いいよ。こんな無理やって。ちょっと待ってほんま。はよ。何？さっきからなんなん？ちょっと待って。俺しか残ってないけど、なんかこれいけそうやぞ。直すぜ。よっしゃ。どうだ？炎よ。おっしゃ。あ、いける。あれ？どっか行った？また向こう行った。よっしゃい。ちょっと待って、これいけんじゃね。一人だけやけどさ。おっしゃ、終わった。あれいけた、あれいけた。スーマー一人でいけた。これちょっときつ。まさかこうなると思わなかった。よーし、観念しろ、クヒ男。クヒヒ、お前らなんかに負けるなんて。クヒヒ、じゃあ、あのジャジャ馬の居場所とか吐いてもらおうかしら。そうだ、洗いざらい吐いてもらおう。なんかクヒヒってな。クヒヒ、誰がお前らなんかに。はけ。カリンさんは私の後をつけてきたところをオーカに見つかり、今はオーカと一緒に坑道の入り口を出たあたりにいます。エンテの魔導器もオーカが持っていますよ。グヒーグヒーか。なるほど、居場所も分かったことだし。あとはオーカをぶちのめすだけだな。ちょっと待って、なんかクヒ男かしない？アズマと勇気。行くぞ。あれ大丈夫？あ、HP プラス20手に入れた。あ、それは嬉しいよ。HP、あ、VP はそのままやね。じゃあ一旦もうこっち乗っていったらちょうどいい感じか。まあちょっとセーブ書かせてもらいましょう。これはちょっとやばい。じゃあ、ここ違うね。これでね、なんか嫌な予感するから、ちょいとセーブを書かせてもらいまして、それで次進めていきましょう。まさかな、アツマひどいできるとは思わなんだ。無理かな、思ってたからさ。ちょっと待って、スキルどうやアンバリアちょっと無理か。無理か、くそー。しゃあない。無視していくわ。こっちやな。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、
3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。